キリンカップサッカーは日本で4月から6月頃に開催されているサッカーの国際親善大会である日本サッカー協会が主催しキリングループが特別協賛する2007年大会モンテネグロ対コロンビア戦1978年に日本代表の強化を目的として創設された創設当時はジャパンカップという大改名であり大会は赤字続きであったそこで 日本サッカー協会の実務のトップだった当時の長沼県専務理事がまだ原宿の儀式年体育会館の小さな一室にあったサッカー協会の部屋の窓から線路を挟んで目と鼻の先にかつて本社のあったキリンビールを眺めああいう大きな会社に支援をお願いできないものかと試案し代理店なしで人付けに同社とアポを取り岡野俊一郎と共に キリンビールの小西秀次社長に直談判し冠スポンサーを実現させた。今日続くキリンビールのサッカー日本代表オフィシャルスポンサーはこの時始まる。1980年からジャパンカップキリンワールドサッカー。1985年からキリンカップサッカーと名称が変更された。百七十八年から百九十一年までは国外のナショナルチームや クラブチームを招待して行われる代表とクラブが混合する大会だった。1985年までは日本からは日本代表の他にもう一チームが出場していた。当初は日本選抜が出場していたが、1980年からは前年度の天皇杯優勝チームに出場権が与えられるようになった。1988年に一度休止したが、1991年に 復活し、日本代表はタイ代表、イングランドのクラブチームとってナムなどを下して、国際大会初優勝を飾った。1992年から、国際サッカー連盟公認の国際 A マッチとなり、国外から2つのナショナルチームを招いて、総当たりのリーグ戦を展開している。1994年は、アルゼンチン代表が出場するはずだったが、 ディエゴ・マラドーナが母国での麻薬逮捕を理由に日本入国を拒否されたことから同チームが出場を辞退し代わりにオーストラリア代表が急遽出場したキリンカップ1987大会はヨーロッパのリーグ戦が終了する5から6月に開催されるのが通例だが近年はワールドカップの予選やアジアカップの総合試合という位置づけが強くキリンカップでの勝敗よりも ワールドカップやアジアカップでの勝敗の方が重要視されるようになった。1993年大会はワールドカップアメリカ大会アジア一時予選の総行試合を兼ねて3月7日と3月14日に日本の試合が行われた。2002年2003年は国際大会のスケジュールの関係で総当たりではなく順位は定められなかった。2011年は 史上初めて全ての試合がスコアレスドローとなったため、日本、チェコペルーの3カ国同時優勝となった。5年ぶりに開催された2016年は4カ国によるトーナメント方式を採用された。2010年以降、日本代表の国際試合のスケジュールの都合から開催されない年が多く出るようになった。ただし、開催されなかった年でも党大会が行われる期間に代替として、 キリンチャレンジカップが行われる。キリングループの共産企業としては、キリンビールをメインに、キリンビバレッジが加わるという体制が長らく続けられてきたが、2012年の幕開けとともに、キリンビールが正半分離を実施し、販売を別会社化した関係で、同年からキリンチャレンジカップともども実際の商品目録需要は、それまでのキリンビールの役員に変わり、 キリンビールマーケティングの役員が行うようになった。なおキリンビールは引き続きメイン協賛企業として、なお連ねる。近年優勝チームに対し副商品としては、ビールの一番絞り、缶中イ飲料の氷結がキリンビールから、スポーツドリンクがキリンビバレッジから、それぞれ提供されているが、イスラム圏のチームが優勝した場合は、宗教戒律により原則禁酒であるため、 実際にはキリンビールからは副賞が提供されない。以前はキリンディスティラリーよりシャンパンが贈呈されたことがあった。これは姉妹大会のキリンチャレンジカップの場合でも同様である。ありがとうございます。